チューブを使って広背筋を鍛えていきます。チューブの内側を持って腕を上に上げていった状態から少し前にします。そこから肩を支点にしてチューブを引いていきます。肘の曲げ伸ばしではなくて腕は伸ばしたまま肩を支点にして引いていきます。両サイド45度程度まで引いていきましょう。